はい、今日もあなたと百姓天国。本日は何日です？今日9月の 6とかだ、水曜日ですか。はい、ということで、雨がちの天気ですよね。はい、今日も曇りでね、明日と晴れるみたいですけど、また週末雨みたいな、よくわかりませんが、1時のね酷暑は多少はしのげているかなという感じではしますが、はいはい、ということで今日も固定カメラでね、今日も種まきなんでね、頭にねスマホ乗っけるとね重くてしんどいんですよなのでこれで勘弁してください。いや、もうなんか農繁期に入ってきてね、やっぱりこういろいろ、今日もちょっとね午後からちょっと出かけなきゃいけなかったりね、いろいろ用事が立て込んできていてね、もうパンパンでございます。大変ですまあそれが農繁期って呼ばれるものですけどね。なのでね、すいません、今 YouTube は全くやる気ありません見ていただいて大変恐縮ですけど、今すいません、なんかまあ私の YouTube はね作業を垂れ流して撮影してるだけなんでね。今日何日？皆さん何日なの？教えてもう曜日すらわからん。水曜日ね。今日は水曜日。昨日出荷だったから。火、金が出荷だからね。なので、私ね、出荷しなかったら本当にね、曜日わかりません。もうそういう呆然自失の日々を送っておりますよ。まあ、農繁期ってこんな感じになってくるんですよね。なんだかわけわからんと。ね、だから朝起きて、俺は今どこにいるんだと。ね、地球にいるのかと。火星なのかと。いや、地球だと。日本だと。ね、チベットじゃないぞと。チベットの方が良かったんじゃないかと。そんなね、人生になってきているわけですけど。何言ってるかわけわかんないでしょ。はい、今日巻くのはね、ドルチェね。はい、もう後半戦ですね。もう最後の方です。ね、ちょっと遅くなってきますけど。9月8日ね、ドルチェ巻きます。もう最後の口ですね。今年は本当にドルチェ取れるんですか？結構植えたやつはもう枯れてきてるんですけどね。まあしょうがないです。ね。今年はもうだって今までこの100年で一番暑いんですから、私にどうしろと。いう話ですよね。知ったこっちゃないですよね。そんなこと言われましても。ね、今年ね、生産者の人本当に皆さん結構ね、苦労してる人多いと思いますけど。だから、あれですよ。多分今年人参もね、調子悪いですよ。はい。まあ、うちはまだなんとか大丈夫だと思うんですけど、多分関東の方はね、結構よろしくないですよね。はい。だから、おそらくね、9月、10月、11月後の、その、秋のね、前半のお野菜ね、キャベツとか白菜とか、調子悪いんだと思うんですよね。はい。だから、高値で推移しますよ。俺には関係ないですけど。よし。まあでも今日もムシムシしますね。ほんのちょっとしか入ってないんだよね、ドルチェってね。だから、結構10ミリとか買うとね、いくらするんだろう、10ミリで。多分5000円とか6000円ぐらいですかね。だから、それでね、確かドルチェ75が10ミリ買って6000円ぐらいだったかな。だからドルチェだけでね、2万円以上買ってますけど。まあもうね、専業農家ですから種代にケチっていったら話にならないんでね。ね。2袋でこんだけしか入ってないですよ。わかります？嫌になっちゃうね。暑い。お茶飲ませてください。今日も蒸しますな。何もしなくてもじとじと汗が出てきますよ。すいませんね、おっさんだからね、お茶飲んだ後はやっぱりあーって言わなきゃいけないんですよ。皆さん知ってました？ね、年取ってくるとね、あーって言おうって思わなくてもあーって言っちゃうんですから。いや、それはお前だけだろって話でね。
それは百姓農園だけだろうということですけどもね。はい。そうだと思いますが。なんか文句あんのか？なんか文句あんのか？ねえ、いけません。忙しくてね、なんだかよくわからないですね。このところね。はい。もう今はね、本当に一日一日ですよ。ね。農園期に入ったらね、もうやらなきゃいけないことが、こうやって、毎日ね、朝起きて、昨日予定でどこまで進んでって、で、こうね、私の場合はこの、ね、メモ、こういうね、メモが、私ね、このメモ帳がなければ、何にもできません。はい。これにすべて予定を書いてるんですね。で、これで例えば、ラジオのネタとかも全部これ、だから、このね、ノートがないと、私はもうね、全く、機能いたしません。はい。これが全てです。ね。なので、これにね、全部、朝起きて、今日は一体俺は何をしなきゃいけないんだ、これを見てからスタートするわけですね。あ、そう、今日はこれとこれでやらなきゃいけないんだと。ああ、あそこに行ってどうのこうのとかね。皆さんもそういうスケジュール管理とかね、されてると思うんですけど、僕はもうこのノートが全てなので、だからこれ常にこうやってね、雨であろうが何であろうが常にこうやってね、持ち運んで、この、映ってます？ここの、左のね、もの、ここに必ずこうやって入れてるんですね。はい。だから僕は必ずこうやってポケットがね、4つ以上あるズボンじゃないと、もうダメなんですよ。はい。このノートがなかったら私、全く、どこにも行けません。はい。で、何もすることもできません。はい。そんな感じなのでね。まあ、忙しくなってきたらね、こうやって、今日の予定を一つ一つね、今日は種まきして、でね、あそこの畑に行ってこれやってっていうのはね、全部。ただね、残念なことにその計画通りやっていれば、じゃあうまくいくかっていうとそうじゃないわけですね。その計画をこうやりながら、あ、これは組み替えた方がいいな。もちろん天気とかね、雨が例えば今土砂降りになってきたらどうするのとかね。はい。そういう状況に応じてコロコロ変えていかなきゃいけないんでね。で、一日終わってみたらなんか予定よりか全然違うことやってたっていうのは当たり前なんでね。さあ。ということで、もうね、秋冬も作付けもね、後半に入ってきてね、もうとにかく毎日何かを撒いてね、何かを植えなきゃいけない。明日大根。でも明日また、明日白菜の種まきですね。もう白菜も後半戦ですね。越冬分を作っていきますね。前半やっぱりよろしくなかったですね。はい。今ちょうど植え付けて育ってますけど、いつになったら白菜出てくるんですかね。はい。予定ではもう出荷しなきゃいけないんですけど。まあでももう来年以降はね、ちょっと作付け待機を見直さないと。やっぱ2年連続やってみてね。白菜はできませんね。おそらくこの地域では。この7月、8月、9月はね。だからちょっと諦めました。はい。その分ちょっとね、果樹とかね、なんか簡単にできる果樹なんかをちょっと模索してね、今年の冬、苗木を何本か植えてみようと思います。ね。はい。もうこれからどんどん気温は暖かくなる一方ですからね。家事はね、もちろん僕は専門じゃないですけど、割とね、研修時代もそうですけど、で、例えば、簡単なのはキウイですよね。キウイなんかそこら辺に、植えときゃ、いくらでもこう、張って出てきますしね。別に難しいことは何もないですね。そういうものをね、手間がかかるのはダメですけどね。リンゴとか桃とか梨とかね、ああいうのはもう専業の人たちの、世界なので、全く素人は手を出してはいけないんですよ、皆さんね。日本の果樹ってね、一つの、まあ僕から見るとやっぱりあれは一つの奇跡ですよ。本当に素晴らしいと思いますね。一つ一つ皆さん、袋掛けするんですよ。僕らで言ったら、キャベツとか白菜一個一個こうやってこう、ビニールで覆うみたいなことですよ。そんなことできるわけないじゃないですか。だからそれぐらい手間かけてやるわけですよね。それにしては僕は安いと思うんですけどね。どうなんですかね。でもやっぱり日本の農産物で一番強いのはやっぱり果樹なんじゃないかなってね、僕は思うんですけどね。野菜なんかよりよっぽど海外に持ってったら強いのはね、果樹、まあいちご野菜になるんですけど、果樹ですよね。世界に誇れる農産物ね。
そう思いますけどね。まあ野菜はね、野菜は正直言ってね、海外にまで持っていく価値のね、なんていうかな、やっぱりこう地産地消でね、日本国内で食えばいいんじゃないのって思いますよ。大根とか白菜とかはね、皆さんどう思います？そこまでして作るようなもんじゃなくないね。俺は日本の野菜ね、大根とか白菜大好きですけど、こう向いて撒いた方がいい？どこまで撒いた？ん？取れてるのか？取れてます？勝手にスマホ止まるから、取れてるよね。これ勝手に止まるのよ。わけわかんないのよ。まだ買ったばっかりですからね、このスマホね。壊すわけにいかないから。農繁期に入るとね、皆さん何があって、何が大変かってわかります？ね、経費がね、湯水のように飛んでくるんですよね。あ、これないなーって、マルチないなー、買っとこうって言ってね。ね、何本か買うだけで、ね、1万2万なんて紙切れですよ。わかります？ね、そういう単位じゃないのでね。まあ昔に比べてだいぶ経費も、それは畑がね、狭いんで、減ったといえね、昨日ね、1日で例えばトラクター満タンするじゃないですか。トラクター満タンにして4000円ですよ。で、あ、軽トラもガソリン入れておこうって、2000円入れるでしょ。はい、6000円。あ、マルチ2、3本買っとかないと。はい、それで、1万6000円。気づいたらもう2万ぐらいが軽く飛んでってるわけですよね。そんなのね、どってことないわけです。あれって、あ、まだ金下ろしに行かなあかんって、その繰り返しですよ。1万2万なんてね、湯水のごとくですよ。トイレットペーパーと同じぐらいの価値しかないんですよ。もう偉いことですよ。それが専業農家の世界です。マルチを買うのにためらっていてはね、話にならないんでね。マルチなければだって野菜できないんですから。よし、ね、100粒撒いて残りこれだけです。映ってます？静かでいいでしょ。ここは本当にね、静かなんですよ。普段撮影している畑とはね、ちょっと距離があるんですけど、ちょっと水汲みに行ってきます。で、こっからね、ちょっと山並みが見えるんですよ。山がね、見えるとね、僕は幼少の頃からね、山育ちなんでね、山が見えるとちょっと安心するんですね。なのでね、千葉時代はね、あそこほら、ずっと千葉県って、成田空港の周辺って、山も何にもないわけですよ。ずっとフラットな景色でしょ。なのでね、最初は慣れなくてね、すごくこう、だだっ広いね、フラットな空間っていうのは僕にとってはすごく不安でね。よいしょ。よいしょ。さあ、ということで、なんかテーマを話そうかと思うんですけど、ラジオでね、今日話そうかと思ってたテーマ、何でしたっけ？全然頭に入ってない。皆さんよかったらラジオ聞いてください。ラジオは
一生懸命やってます。YouTube とは違いますね。ラジオは、ラジオは言いたいことが言えるのでね。あ、このテーマね。今日はこうやってラジオのテーマはこうやって書いてあるんですね。読めないでしょ？だから皆さんに見せてもいいんですよ。こうやって読めないようにちゃんとね、誰かに拾われてもいいようにちゃんと暗号になってるんですよ。わかります？単に字が汚いだけですけど。我がの絵の企業秘密は全部ここにありますけれども、拾われてね、読まれてもね、読めないでしょ、これ。ねえ、大丈夫です。誰も読めません。私しか理解してません。でも私自身もね、実は、帰ってなんかラジオのあれを書くときにね、自分も読めないんですよ。はい。で、何喋ったかね、聞かないとわかんないっていうね。今日のテーマは、はい。皆さん本当のことを口にしてますか？それがテーマだそうです。皆さん本当のことを口にしてますか？いい年こいて何を言ってんだかよくわかりませんが、年を取るとさね、私もそうですし、あなたもそうでしょ。本当のこと、本当にふと思ったことね、あるいは真実を口にしている割合って24時間のうち何割ですか？それを言わなければ言わなくなるほどどうなると思いますね。ドルチェね、政治家の麻生さんという方おらっしゃいますよね。麻生コンツェルンのね、麻生太郎さんという人ですか。僕もよく存じ上げないですけど、ずっと何ですか、政治家4世か5世ですよね。あの人をやっぱり僕はこうずっとこう注目して見てるんですよ。何人か僕そういう人いらっしゃるんですけど、この人どんな風になっていくのかなって。っていうのはね、僕が一番最初この方を見た時っていくつなのかな、いくつかわかりませんけど、ずっともう今から40年とか前になるんですか？だってね、もう議員生活何年やってるか知りませんけど、で最初見た時からね、もしかしたら失礼な言い方になるかもしれない。あ、この人空っぽだってことです。僕から言わせると。ね。あ、この人空っぽの人だと思って、で、どうなるんだろうって。で、この人、僕から言わせるとですよ。ね、本当のことは決して口にしない人だってことです。だから、口曲がってるでしょ。はい。だから、どんな風な感じになっていくんだろうなって、ずっと見てるんですよね。どうですか？皆さん、この方を見て幸せだと思ったことはありますか？ね。だから、こう、一つのね、なんて言ったらいいんだろう。大人としてね、生きていく上においてね、いろんなことがそこに示唆があるんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。でも、僕が言ってるのはね、すべて本当のことを口にしろって言ってるわけじゃないですよ。ね。それは立ち行かないじゃないですか、私たちの社会ってね。だけど、言わなきゃいけない時には言わなきゃいけないでしょ。で、その塩梅がどうなんだって話なんですよね。ここがやっぱりすごく難しくて、しかもそれは人によって違うと思うんですよね。本当のことを言っても許される人と、本当のことは決して言ってはいけない立場の人もいるわけですよね。はい。あるいはそういう TPO に応じてね、人のお葬式に出ててさ、笑うわけにいかないじゃないですか。だからそれは大人としてね、それ用に TPO に応じて振る舞わなきゃいけないけど、そのようにね、TPO に応じて振る舞っているだけで、あ、じゃあこの角度がいいのね。はい。TPO に応じて振る舞ってるだけで、果たしてそれで人生が豊かなものになっていくだろうかって話なんですよね。ならないですよね、結論から言うと。その塩梅がすごく難しいなと、やっぱりずっとね、僕も長年生きてきて。で、僕はやっぱりね、できるだけ、まず嘘はつかないんです、僕は。嘘はつきません。だけど、嘘も方便っていう言葉あるように、ね、許される、口にする必要のないことってあるわけですよね。だからそれは、もちろんだから言ってはいけないこともあるわけで、そのね、うまくこう、若い時ってそういう、なかなかね、区別がつかないから、ね、言っちゃいけないところで言っちゃう時もあるし、言わなきゃいけないところで本当のことを言わなかったりするでしょ。それで、
自分自身が辛い思いをしたり、あるいは第三者に迷惑かけたりするわけでしょ。で、それで本当に難しいですよね。だから全てがケースバイケースなのでね、これっていうことはやっぱり答えなんかないとは思うんですけど、ただその僕自身はいくつかそういうことに関してはね、決めてることがあって、だいぶね、自分なりのそういうものってほら、バランスの取り方というか、こっち側ね、どうしてもここで普段立ってやってるからね、こっちに立っちゃうんですけど、そういうのってどうですか皆さん。すごくその辺って難しいけど、その辺をうまくやらないとなかなか世の中との距離の取り方とか、会社の中でのね、人間関係とか、あるいは家族間でのコミュニケーションね、いろんなことがうまくいかないじゃないですかね。僕はね、そういうのはどちらかというとだから増えてなので、だからできるだけ関係性を少なくしてるんですよ。だから組織にも属さないし、基本的にはこうやって朝起きてね、今日も多分今日午後からね、どっか行かなきゃいけないんで、その人に会うんですけど、それはそういうこう役割のところなので、そう振る舞えばいいのでいいんですけど、基本的には全くその初対面、初体験の空間にポンと入れられるってことがないので、なんかどう振る舞っていいかドギマギしてわからないみたいなことはないわけですよ。いきなりね、なんとかホテルの立食パーティーに参加してくださいって、そういうのは僕にはないのでそしたらね、皿持ってグラス持って、ああいう立食パーティーで皆さんだったらどこにいます、どこの位置にいます、部屋の隅っこにいますかって、そういう話になるでしょ。僕もこのね、人生の中でそういうよくわけのわからない、とりあえず行かない、とりあえず参加しなきゃいけない立食パーティーになるものに参加したことありますけど、あれはなん、どうしたらいいの、ずっと飯食ってればいいので誰かと話さなきゃいけないのもっともよくわからないあれですけども、たまにあるじゃないですか、なんか出版記念パーティーとか、あるいは何々を励ます会とかね、何なんでしょう、まあ何だっていいんですけど、そうテーマはだからね、皆さん本当のこと口にしてますか。僕は自分のこうね、生活の中でっていうことはあんまりそれは意識したことないっていうか、別に気にしてないですけど、僕はこの YouTube ではできるだけそれを本当のことを言うようにしてますね。ああ、それは何の役にも立ちませんとかね、そういうやり方ダメですとかそれは不愉快です、それは面白いです、このね、日本において大人になるということは本当のことを言わなくなるっていうことだという風潮もありますよね。それもよくわかるんですよね。でも僕は百姓なんでね、30過ぎてこの業界に入った時にできるだけ気を使うようなね、言いたいことが言えないような場所にはまずは行かないね。あるいはそういう、ああ言っちゃこの人の前ではこういうことは言えないんだなっていう、そういう人とはできるだけ付き合わないね。それでなんとかね、自分の人生がそれでもやっていけるような、そういう場所に自分を持っていくことだから、経済的にもそうですけど、やっぱり自立していろんなことをやっていかなきゃいけないんですよね。それが嫌だったら何かの誰かの傘下に入るとかね、やっていかなきゃいけないわけですけど、僕は基本的に誰の傘下にも入らないしね、こうやって自分でやってきましたけど、なかなかね、年を取っていろんなしがらみの中でね、こうやって僕は田舎でこうやって百姓やってますけど、それでもね、いろんな関係性はやっぱり必要なんで、やっていかなきゃいけないですからね。それが嫌だったらね、どっか沖縄の小さい島にでも行きゃいいわけで、そういうわけにいかないですもんね。よいしょ。
水を汲んでおります。どうですか皆さん、本当のことを口にしてますか。難しいですよね。何を言ってよくて何を言っちゃいけないのか。子供は羨ましいですよね。でもほら、もう今の時代、小学生とかもね、親の顔見ながら忖度しながらね、生きてるわけで大変ですわな。でも百姓の姉さん、あなたはじゃあこの YouTube なりね、自分のその生活の中で本当に言いたいことは何割言えてますかって言われた時にね、そうですね、パッと聞かれて、65% です。7割言ってない感じですね。68% ぐらいです。7割言ってる自信はないですね。よく言われるんですよ。なんか、百姓の姉さんなんか言いたいこと言って、やりたいことやって、気楽でよろしいですね、みたいなこと言うんですけど、いやいや、俺がどれだけ我慢して生きてるか分かるのかって、そういう話なんですけどね。我慢してるときは我慢してるって言えばいいわけですよね。そうするとだいぶね、我慢してて辛いのは我慢してることを表明できないことですよね。そして辛いときに辛いって言えないことが辛いわけでしょ、ね、だから辛いって言えばいいんですよ。でふざけるなと思ったらふざけるなって言えばいいんですよ。何にふざけるなと思ってるかは言う必要ないですよね。そう思いませんか。でもね、今のなかなかこう閉塞的な日本の社会だと、ふざけるなということも言えないわけじゃないですか。ね、特にそういう会社だとかいろんなね、経済関係のあるような場所では、ね、取引先の相手にお前ふざけるなよって言えないでしょ。それ言ったら終わっちゃうわけで。あ、大変ですよね、大人になるってね。僕は結局、ね、57年生きてきて、いつかそういうなんかね、分別のある、ちゃんとした大人になるんだろうなとか、なんとなくなれるかなとかって思ってましたけど、結論から言うと、なれません。で、多分なるつもりないです、僕は。はい。ということにね、もう50ぐらい過ぎてから、ああ、俺は無理だなっていうことに気づいたのでね。だからやっぱりもうしょうがないですよ。はい。だから大きいね、なんかそういう社会的な地位のあることなんかできないし、そのつもりもないですけど、やっぱりこうやって個人としてもやっていくしかないので、だからできるだけね、そういうなんか、組織とかなんとか、グループとか、そういう小さいね、そういうところなんかでも僕はできるだけね、なんかあんまり関わらないようにしてます。すごく気をつけてます。そしたらね、特に、ある程度年取ってね、男が3人とか5人とか複数集まると、それでもうなんか立場だとかいろんなものがそこで発生しますよね。だからそういうことにならないようにね。だから基本的に僕はいつも言いますけど、飲み会というものには基本的には一切参加しませんね。僕はもうそれは若い時にね、20代の時に未商売でそういうところのない世界に行って生きていこうと決めましたんでね、基本的には呼ばれても行かないようにしてます。はい。食事会とかね、なんか飯食うとかだったらいいんですけど。だから、僕の短いね、サラリーマン人生の時あったんですけどね、1年半ぐらいしかやってないですけど、やっぱりすごくね、呆れられましたよね。僕は絶対にそういう席には行かないし、ね、呼ばれても、絶対に僕は酒は飲まないんですね。はい。そういう席で、なんか楽しいことってあります？僕はそれをね、こう提供する側にいたので、そういう人たちを数万人単位で見たんですよ。20代の時にね。その年配の人も含めてね。まあ、いろんなそういう、いわゆる お酒の席とか、ありとあらゆるそういうものを体験して、出た結論っていうのは、無駄ってことです。ね。すべてが無駄です。ちゃんとなんか話す必要のあることは、ね。ちゃんと座って向き合ってね、喫茶店でもどこでもちゃんとそういうところで大事な話をすればいいだけであってね、お酒が入らないと腹を割れないっていうのは、お酒が入っても腹なんか割れてないんですよ。
そういうことでしょ。そのことにみんな気づいてないんですよ。安心したいだけでしょ。僕はそのように解釈しております。だからお酒を飲まないと本当のことが言えない関係性であれば、最初からそれは関係性とは言えないですよ。だから僕は初めて会った人でもね、常にハイテンションです。はいね、関係ないですね。百姓の上さんってこういう人だったんだって。はい、そうです。そしてね、やっぱり一つ何を口にすべきかね、しないべきかっていうことを、その判断の一つに、ほとんどのことは自分には関係がないっていうこと。関係があるようにね、皆さん生きてたりなんかやってたりすると思いますけどね。皆さん今日のニューヨークダウいくらですか。今日の株価はいくらですかね。関係ありある、関係ある人生生きてる人どれぐらいいますか。僕にはないんですよね。20歳を超えて大人になってこの37年間ニューヨークダウというものが僕の人生に何か関わったことは一度もないし、そしてこれからもないんですよ。ということはね、こう言ってはあれですけど、ほとんどのことは僕には関係がないんですね。で、そういう事実に思い立った時に、じゃあ何が関係があるんだろう、世の中の起きてることの何が自分に関係があるんだろうって、そうやってねゆっくりこう見て精査していった時に、実はほとんどのことが関係がないということに気づくわけですよね。あの、これ落ちた。蚊取り線香炊かないとね、この時期はね。どう思います？まあ、どうでもいい話をしてるんですけど。だから逆に言うと、ね、大人になったら、ね、なんか世の中のことやニュースや新聞読んだり、ね、なんかいろんなことを知った風な顔をして生きていかなきゃいけないじゃないですか。でも本当には何も分かってないでしょ。私57ですけど、何にも分かってないですよ。30歳ぐらいの時と、基本的にはそんな知識量とか、世の中のことも含めて、何にも僕は分かってないっていう自信がありますよね。野菜の作り方は多少わかりますけど、それ以外のことって何にもわからないですよね。でもなんかね、大人のふりして生きていかなきゃいけないじゃないですかね。一人で東京行って電車にもよく乗れないんですよね。よくわからないですよ、乗り換えとか。どうやって原宿に行ったらいいかよくわからんですよね。神奈川から原宿まで僕は多分電車に乗ってたどり着けません。それが真実ですよ。でもそれが何だって言うんです？ね、ネット検索じゃ調べればいいわけじゃないですか。ほとんどのことは僕には関係がない。だとしたらじゃあ、何に関係をつながって生きていけばいいのって。その大事なことってどうですか皆さん。一つか二つでしょ？一つか二つなんですよ。で、その一つか二つに命をかければよくないですか？僕はそう思ってますけどね。今日のヤフーのニュースチェックする必要あります？あなたジャーナリストですか？全然関係ないですけど、例えばなんか YouTube で見ましたけど、なんかすごく投資家の人が、ネットもニュースもあんまり見ないけど、じゃあ実際にどうやってそのね、自分の株だとかなんとか、そういう投資状況を自分で決めていくかっていうと、その人はね、池袋の駅からずっと1ヶ月に1回か2回ぐらいね、何時間もかけて池袋の駅から通りの一本一本ね、すべて何時間もかけて歩くんですって。そして街を見れば、何がこれから流行っていて、今何が流行ってとか、
どういう流れになるかっていうのが全部わかるっていうんですよね。それで自分の投資を決めてるって。で多分ねそれ正解なんですよね。そう思いません？知りませんよ。だからそれやっぱりそういうことなんだろうと思うんですね。自分の目で見て肌で感じてそこから真実を得て、そして自分のそういう仕事に生かしていく、そうなんだろうなと思うんですよね。だから本当に優秀な人ってそういうふうにやってんじゃないかなと思うんですけどね。わかりませんけど。だから今の時代そういうこう情報とかね、何かを知ってるとか知ってないとか、まあそれがどうやら価値を持つみたいなんですけど、もう36分喋ってるね。もういいよね。ごめんなさいね。大した中身のない話で。はい。失礼いたしました。やってる作業はね、ドルチェオーレのもう最後の方ですね。の種まきをしている百姓農園の動画でした。それではまた。